はい、皆さんこんにちは。今日も始めたいと思います。もうすぐゾンビのウェーブなんですけど、前回壊されたところですね、入り口の振り子の部分は全く作ってません。もうあそこら辺をいじると手前から入ろうとするので、もう中に引き込む作戦に出ます。で、中の方はこのようにもうほぼカッターとシュレッダーですね、ここ出入り口をつけてみました。ここを壊して外に出られるとちょっと困るんですが、それも実験してみたいと思います。で、まああとここら辺ではいつも通りな感じですね。なんか壊れてる、よいしょよいしょ。では見ていきたいと思います。どうですかね。やっぱラッシュの時がすごい来るので大変ですけど、それまではなんとかなるかなと思っています。まだ14日目なのでね、できれば30日を目標に過ごすことを考えています。正面のシュレッダーちょっと回り始めましたね。あとあっちのバリケードすぐ壊されてたんですけど、一応2列にしてみました。まあ2列で壊されるようなら多分もう壊しに来るってことで、今後はちょっと放置したいと思います。あ、足の速いのが結構来ましたね。結構抜け出してくるのが多いですね。さあどうでしょうか。ちゃんと入り口の方から続々来てますね。若干遠いので、あれですね、望遠鏡とか欲しいところです。まあ最初の方の入り口のシュレッダーとカッターが盛んに回ってるので、そこら辺で今は止まってるんだと思います。なんか左から来るのが多いですね、今日は。ぐるぐるしてますね。やっぱ足が速いやつは若干抜けるのかもしれないです。でもまあコンプレッサーまでは全然来てないので大丈夫そうですけど、まあ最初の方のシュレッダーとカッターのリロードがどれぐらいでなくなるかがまた問題ですね。ラッシュ前には確実になくなると思いますけど、一番奥の最初の方のシュレッダーはもう動いてませんね。2番目とカッターのところはいっぱい動いてみる感じです。いやでも今回はこっちに来ることなく、どんどん正面から入ってきてくれてるので、いい感じにできてると思います。いや、 やっぱカッター強いですね。コンプレッサーのところももうカッターにしちゃってもいいのかなっていう気はしますね。シュレッダーとカッターがだいぶ強くて、まあ地面張ってるやつとか爆発するやつはカッター効かないので、逆に言うとシュレッダーと自分はスパイク置いてますけど、スパイクがちょっといまいち足止めもできないぐらい弱いので、もうちょっとなんかいいのが出てきたらいいと思うんですけど、まあまだこれ製品版ではないので、製品版までにはなんかもう1種類か2種類罠の数増やしてくれたらとってもありがたいですね。そうした方がいろいろな罠のバリエーションがあった方が、こっちもいろいろな罠を仕掛けて、拠点を考えることができるので、
そういう新要素も欲しいですね。ここは結構オイルとか、鉱石の発掘機なども、クラフトのやつ追加されましたので、今後まだまだ期待できると思います。さて、罠のところは結構奥の方まで来たのかな。でも全然大丈夫そうですね。もう最初の方と2番目のカッターは動いてませんね。もうシュレッダーも3つ目まで、3つ目が、今コンプレッサー付近まではもう、来ますね。最初の方の罠がもうリロードが切れたみたいです。まあ、ここら辺のは序章ですからね。ラッシュ来てから、中に入っても耐えれるような感じだといいんですけど。どうでしょう。やっぱ地面張ってるやつは抜けてますね。まだシュレッダーとカッターが生きてる間は、コンプレッサー前でなんとか食い止めてますね。よいしょ、コンプレッサーも活躍してますけど。あ、コンプレッサー抜けるやつ出てきましたね。コンプレッサー攻撃されてる。いや、でも今回は本当スムーズにいってますね。やっぱ入り口の方をごちゃごちゃ作ると詰まって、他のところから入ろうとするやつが増えるんですね。ちょっと最初の方に入り口の方をごちゃごちゃしたのは失敗しました。上昇にほんと入り込まれてきてますね。音が聞こえるぐらいまで来ました。もうコンプレッサー前はカッターとかの罠はもうリロード切れてますかね。なんか右からも、来たみたいですね。杭引っかかったやつがいます。もう正面の方はスパイクの部分をちょっとカッターに変えるかもしれませんが、それ以外はもういじらないでおこうと思います。あ、なんかスパイク壊されたな。下手に入り口の方をいじっちゃうと、また敵が詰まって横から攻撃するかもしれないので、それはやめておこうと思います。ちょっと、中間で詰まってきたのか、横に回ろうとするやつが出てきましたね。お、ついに、もう結構近くまで来たやつが出てき始めましたね。まあ、まだ、カッターとかはありますし、スパイクもあるので大丈夫かなと思います。さあ、もうだいぶ抜けてきましたね。もう片一方のシュレッダーが止まったでかな。
すごい抜けてきて、もう今スパイクまで来ましたね。シュレッダーまで行くと結構強いんですよね。シュレッダーカッターの組み合わせにするとなかなかゾンビは前に進めないし、ガリガリされるしっていうことで結構な威力を発揮しますね。さて2時間経ちました。ラッシュまでもうすぐなのかな。徐々にもう抜けてきましたね。もうスパイクまでは来るようになりましたね。さあどうでしょう。ここでゲームせ、あ、ラッシュ来ましたね。わあ、耐えられるのかな。わあ、むっちゃ来ましたね。さあこの這いつくばって爆発するやつはカッター効きませんので、どんどんこっちに来ますね。でここからのコンプレッサーとかですね、ギロチンとかでどれだけカバーできるか、そこが問題になってきます。それはすごい。ああもうかなり罠閉じちゃってますね。あとこっちの方も来ましたかね。どうでしょう、見に来てみましょうか。あ、ここにも来てるのいますね。次々爆発してます。あ、自分もこっち落ちちゃった。早く見に行かないと。よいしょ。ここは一応フェンスなのでよく見えますね。おお、すごい。あの、肉屋みたいなのがむっちゃハマってますね。ギロチンも、ギロチン強いんですけど、回数がものすごく少ないので、ここで仕留めたいところ。いやー、ギロチンも強いなぁ。で、ひょっとして、リロードとかかけれるんですかね。あ、いや、これ楽だな。この隙間からリロードかけまくれますね。いや、ただダメージも相当ひどいな。結構すごいですね、リロードと修理同時にできるのも結構変えれそうです。ただカッターが外出てるので危ないのかな。枝がなくなりましたね。さあどうでしょう、どれぐらいあっていますかね。覗いていきましょうか。あっ、ここの下には結構来てますね。この上の方までしっかり来てる。このリロードはさすがにかけれないかな。あ、ジャンプするやつだ。この辺が見たいところだけど、ここら辺まで来た感じありますね。ギロチンはどうでしょう。全然リロード減ってないかな。もう結構おとなしくなりましたね。お、ギロチンが割ってるのがある。
おお。しまった。油断したら来ちゃったよ。いや、油断するとやられますね。よいしょ、終わったんでしょうかね。どうでしょう。まだいるなあ。でもここら本当もう罠終わってますね、リロードが。いや、だいぶもう終わってるな。リロードするためには枝が必要ですね。よいしょ。これにまだ火炎放射器もあるので、まだまだいけそうな感じはしますね。はい。では終わりましたかね。結構入られましたけど、こっちの建物の方ですね。こっちの方ではしっかりと食い止めることができてましたので、まだあと2、3日は余裕かもしれません。はい。15日目のウェーブがスタートしました。前回よりかは、真ん中の方に振り子の罠を1個置いてみました。それぐらいが追加したんですけど、まあ前回こっちの方ですね、中の罠まではあまりたどり着けてなかったので、これでいけるのではないでしょうか。ただ、前回は左の奥から。今回はどこから来るでしょうかね。右から来るやつが結構こっちの壁に引っかかるので、そこら辺のも、大きな問題ですね。どこから来るのかで、ちょっと、まだパターンが分かってません。いつも右から来る場合はここの壁に引っかかるんですけど、うまいこと正面回ってくれるといいんですけど、どうなりますかね。右前から来たのはしっかりと罠のところ行きましたね。でも振り子の罠をつけたら見えなくなっちゃいましたね。あ、右から来ましたね。あ、右から来たのもしっかりと、正面に回っていってます。感じですね。ちょっとぶつかりながら行くのが気になりますけど、大丈夫そうですね。まあ、あとはこの真ん中に設置してみた振り子が、良い方向に行くのか、悪い方向に行くのか、こちらも、ちょっとまだ実験段階なので、それも自分の中では楽しみです。ちょっとでも、奥が見づらくなりましたね。ゾンビは順調に正面の方に行っています。あ、結構正面のシュレッダーとか動き出しましたね。今日は右と右の手前から来るのが結構多いように思えます。これはどうなんでしょう。日によって場所違うんですかね、出現の。まあ、今はまだ少数ですけど、しっかりと、特に、スパイクを攻撃することもなく、引っかかってますけど、ちゃんと正面には向かってますね。攻撃されてるのかな。
にこれといって飛んでくるわけでもなく、罠を壊すわけでもない感じですね。ひたすら正面に回ってこちらへ来ようとしてる感じです。まあ、中にちょっと行ったり来たりしてるようなものがいますけど、まあ今大丈夫そうですね。まあ、今日はラッシュも右から来るのかな。なのでそのラッシュもこの右から来てここら辺で壊さないかがちょっと心配ですけど、それも見てみたいと思っています。まあ、今のところ中盤あたりも来る様子はないですね。奥の方で最初のショットシュレッダーが起動してるかなっていうのが見えますけど、あれですね、カッターに来たものもいますね。シュレッダー抜けてカッター来てますね。あ、攻撃されましたね。スパイクを攻撃し出すやつが来ました。どうでしょう、まあ攻撃してもすぐにまた正面に行くので、いい感じにはいってるのかな。さて1時間過ぎました。シュレッターが、正面のシュレッターは動いてますね。徐々に今からリロードも少なくなって中盤の方に来るのではないかと思います。シュレッダーの次のカッターが動き出しましたね。もう最初の方のシュレッダーはもうリロードがないのかもしれません。さあどうでしょうかね、ちょっとずつ増えてきましたかね。右の奥から来てますね、手前ではなくて。シュレッダーだけではなくてもう中盤手前のカッターが激しく動いてます。前回と同様、ラッシュ前ですね、2時ぐらいになるともう中盤ぐらいまでリロードがなくなって中盤ぐらいで攻撃し始めるのかなと思います。どうでしょう、中盤まで全く来る気配がないですね。まあいいことなんですけど、ちょっと残念っちゃ残念ですね。この罠でゾンビが大量にね、なんかガリガリされるのいい感じですよね。結構量増えてきましたね、ゾンビの。ただまだちょっと中間までも行ってない感じですね。あ、コンプレッサーまで誰かたどり着きましたね。もう結構リロードがないのかな。あ、コンプレッサー、あ、振り子動きましたね。
振り子まで来るのが出てきたので、結構来ますね、こっからは。もう、だいぶ最初の方の罠は、リロードがないんですね。でもまだちょっと、振り子来ましたね。振り子の前のカッターとかも結構まだ残ってるので、リロード的にはまだ生きてるのかな。足が速いやつがいて、そいつが突破してくるのかもしれません。ちょっと見づらいですよね。振り子のところ動いてますね。振り子の次のカッターを行ってるのもいるし、コンプレッサーでやられるのもいますね。2時になりましたね。まああと半分ぐらい、2時半ぐらいになったらラッシュ来ますか。それまでにどこまで、罠のリロードが残せるかが勝負になると思います。中盤のところのは、リロードが全部使われると、やはりこの建物の中、最後まで来る可能性が出てきますね。振り子もしっかり作動してますね。コンプレッサーも。コンプレッサーの方まだリロードありそうですね。あ、来ましたね。ラッシュ来ました。やっぱ今日は右奥からです。あ、右の手前からですね。あ、右の奥からも来てる。わ、すごい量ラッシュだ。この、這いつくばるやつが、かなり抜けましたね。どうだろう。どこら辺でこの這いつくばるやつを倒せるかがまた問題だ。わあ、すごい。いやあ、もう、わしゃわしゃですね。ここはリロード効くんですかね。コンプレッサー、リロードできなさそうです。おお、すごい。前で見てみましょうか。よいしょ。まあ、もうわしゃわしゃですね。こっちも引っかかってますね。多分もう通れなくて、道がないので、内側に来るのかな。ああ、だいぶバリケード壊されましたね。すごい、すごい数だ。でも全然建物の方には来てませんね。来てるのかな。さあ、どうなるでしょう。見てみましょう。ここの中に来てるってことはなさそうですけど、こっち側がいっぱい壊されてますね。どうでしょう、だいぶ入ってきて、もう罠のリロードがもう全くないですね。真ん中ら辺でも、どうでも壊されてるのが多いですし、飛んでくるやつは来ましたね。どんどんジャンプしていく。でも建物の中ちょっと見ていきましょうか。あ、落ちちゃった。どうしよう。困った。よいしょ、危なかった。落ちましたね。さて、どうでしょう。
あ、こっちの方は全然来てないので大丈夫そうですかね。ちょっと前で見ていきましょう。よいしょ。あ、でもこう HP とか減ってますね。リロードと一緒に収録していきましょう。この辺まで来てますね。お、来ましたね。結構入ってきましたね。お、クラスターだ。食らいましたね。でも全然こっちの2列目までは来てないですね。おっと、ここから投げるやつ出てきた。それは危ない。よいしょ。溜まっちゃったのかな。ここからギリ移動とできそうですね。このハマったやつをどうするかだな。こっちの方も大体はもう終わってますね。いろいろ壊れてはいますけど。よいしょ。いろいろなものがもう崩壊してますね。ハマってるのはどこだ？ここか。ここですね。バリケードがだいぶ壊されました、ね、ではちょっとハマってるやつ倒しに行きましょうか。ここだ。ただバリケードとか壊しちゃうから嫌なんだけどな。ちょ、勝利ってなるのか。よいしょ、よいしょ。多分こいつを倒せば終わりそうですね。倒した感じですかね。はい、ちょっといろいろバタつきましたが、壊されてるところも多いですが、ここ見ていきましょう。こっちの方もまあ若干は来たかなっていう気はしますが、もう多いですね。まあ、ここ、一部壊されてますが、大丈夫そうですね。カウントもまだ針は残ってます。ここら辺とかはもうない状態ですね。バリケードはだいぶ崩壊しましたが、まだ、2、3日は大丈夫そうですね。では、これは朝までに修理してまた何か考えたいと思います。では、今日はここでありがとうございました。